クロービス続、はいては、いテーマがですね、えー、観光国家、日本の復権に向けた課題と戦略ということで、ですね、えー、もうねあのコロナ、長い、えー、コロナ、2年半ぐらいですかね、えー、もう,もうずっとやってますけれども、まあ、ようやくあの、ねえー、もう兆しが。 まあ見えてきてると明るい兆しが見えてきてるとまあ円安でもう国境を開ければもうね観光客ドバッと来てでもう大変なことになるとで2030年あのまあ日本のまあ政府はですねインバウンド3000万人ある3000万人6000万人ですねで、えー、15兆円と。 あの消費額15兆円というまあそんな大きなあの目標を掲げていてこの数字を変えていないわけですねでまあ,まあ皆さんもうすうすじゃないですけどお感じの通りもう日本はやっぱりこう観光とかそういったところでちゃんと稼がないとこう食っていけないま時代にこう来てるなというところでまあ大変あの重要なあの産業であることはまあ皆さんもご理解いただいている通りだと思いますでその中でその観光産業ですねえ キーマンのまあ皆さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。まずはですね、あのまあコロナ禍大変大変苦しいですね。コロナ禍二年半あのまだ終わってないですけど、また最近ね感染者また増えてたりしてますけども、まあどんなあの過ごし方、どんな影響を受けて、どんな過ごし方、どんな活動されてたかというところですね。まあお人形ずつずつ伺っていきたいなと思います。まず梅沢さん、あじゃあじゃあのたりきのさんからですね。はいお願いいたします。 はい、えー、っとタリキノです。あの僕の、えー、っと授業はですね、その歴史的資源の利活用ということで、まあ、それをあの観光文脈でいうと宿泊施設にしたりとかですね、飲食で地産地消したりとかで、まあ、地域のいろんな発信をする場所をです、ね、文化財を活用すると昨日もも僕、えー今朝、あのこっちに帰ってきてるんですけれどあの昨日は四国の、えー、愛媛県の大津っていうところにいてですね、あの大津ではあのお城に泊まれるっていうのを日本初でやったりとかしてるんですけども。あの その、えー、っと受け入れをどんどん,どんどん整備をしていってはいたんですがコロナ中も整備してましたで僕らやっぱ3年がかりで、ま、町自治体と一緒にやっていくのであの整備はどんどん進んでいくんですけど人は来ないですよね人は来ないでな人は来ないんですけど僕ら北海道から九州までやってるので実は色が全然違ってまして関東圏いわゆる東京の都心の近くなんかは実は稼働率いいんですよ。 で,でそれがやっぱ遠方になるとマイクロツーリズムってあんだけ騒がれてるのでさすがに渋かったんですねだ昨日言ってた四国なんかはしんどかったっていう形で色が分かれていてあの黒字化してる施設もあれば赤字の施設もある、まあ、そういう色合いですね僕らなんかは飲食はなんか地元消費が結構頑張ってたんであの実は良かったです2019年と例えば2020年21年ってあんま変わってないですね飲食は。っていうのがありました。 ははいいおはようございます皆さん、えーと、そうですねワ a z ジングは OTA っていう状態オンライントラベルエージェントっていう状態なんで外国人旅行者が入ってこなくなるともう売り上げゼロになってしまってですね2020年の1月と4月の売り上げ比較で98%ダウン。っていう 残り2%はむしろ何なんだっていう、<laughs> 何なんだっていう <laughs> はいあの一部在留外国人とかが買ってくれてました <laughs>、従業員100名程度いましたので、その時に、もうやることはもう3つしかないと、新規事業を立てて、少しでもこう売り上げを新しく入ってくるようにする。 それから資金調達ですね、エクイティとかデッドあの株式による調達ですとか銀行借り入れも含めてあのやれる資金調達は全部やるっていうで最後が、まあ、コストカットというか、まあ、出欠を少しでもなくすという、まあ、この3つを徹底してやってきた2年半だったかなというふうに思います。 であの資金調達の方はあのなんとかも,ものすごい苦しいラウンドでしたが2020年秋にですね、えっと、8億円ぐらいの資金調達発表させていただいて、まあ、あえて発表したのはですねやっぱりこう生きてるよっていう風に PR しないとみんな話しかけてもくれないんで SNS で <laughs> もう腹もに触るような感じになっちゃうんで、まあ、ちょっと元気ですよっていう意味も含めて発表して。で新規事業のの方はあの あのうち B2C のプラットフォームで、まあ、C 側はコンシューマー側旅行者なんで来なくなっちゃったんですけれどもあの B 側の皆さんはあのまあ苦しみながらももちろん日本国内に存在してますので、まあ、そちらの事業者さんをです、ね、コロナ禍で DX するのをお手伝いするような事業を開始しましてただ財源はあの事業者さんにはないのでやっぱり国の補助金とかをうまく使って、えー、観光 DX というのをサポートする事業を始めまして。 えっと初年度から1.5億円ぐらい売り上げたんですね。で、2年目3.5億円ぐらい、3年目、えー、今ですけど、6億から7億ぐらいという感じで順調に育ってまいりまして、一応こうあの インバウンドが一生戻ってこなくても、一応あの次の資金調達完了すれば、あのえー、黒字化、あ完全にあの150名の社員を養えるようにはなるんですけれどあの、まあ、インバウンドも戻ってくるというふうに信じておりますので、<laughs> あの今日は願掛けも含めてね、いろんな意見を皆さんと交換できればなと思ってますありがとうございます。それではは梅沢さんお願いいします、はい あの僕はお二人とはちょっと立ち位置違っていわゆる環観光事業者ではないんですけど事業者をまあいろんな意味で応援する立場で、えっと、過去4年ぐらい動いています。具体的にやっていることは、まあ、コロナ前にスタートしたんですけど、えっと、観光コンテンツを全国で作るさまざまなプロジェクトが、まあ、国の予算で動いていて。 でえっと、お金をいくら渡してもやっぱりいいコンテンツがなかなかできないしましてや補助金って単年度なので翌年度から自走できる事業がなかなかできてなかったっていうのに問題意識を持って、えっと、それお手伝いしますよとでお金をどこにつけるかを選ぶのもやりますけどそれと同じぐらい大事なのはやっぱり立ち上げ支援に専門家を投入してでスキルトランスファーをして 来年度はお金政府のお金がなくてもちゃんと黒字トントンでもいいから黒字になるところまで持っていくことですよっていうことで結局過去4年間で100以上の全国のコンテンツ事業の開発のお手伝いを私含めた十数人の民間人のチームでやりましたでそれをやるための座組としてえっと今は自然文化観光機構っていう NPO 法人を作ってでそこでまあ政府の予算のま,あまさに執行部隊をやってるみたいな。 感じが1つでそこでやってるコンテンツは実は自然文化観光機構って言ったんで自然観光って要はそれから文化観光っていうのは例えば美術館のユニークベニュー活用とかあるいはお祭りや花火っていうイベント人いっぱい集まるんだけどお金落ちてないからそれをマネタイズする仕掛けを作るとか、まあ、そんなようなことを100いくつやってきたそれからえっともう一つが、えー、まあそれに関連するんですけど夜間観光ナイトタイムエコノミーです。 でこれは2016年ぐらいからあの活発に動いてるんですけどえとこれも実は観光に重要なコンテンツだよねと,というふうにまああのブランディングをしてでこれも観光庁からあのまあ予算を引っ張り出してえと大都市や地方部のナイトタイムエコノミーのコンテンツを作るでえと特に地方は夜やることないとやっぱりなかなか泊まろうと思ってくれないので,で泊まってくれないとその地方にお金落ちないので。 だから止まる理由を作るためになりたいエコノミー大事でしょっていうあの、まあえっと、売,り売り方で、えっとまあ、半分無理やりなんですけど国の政策に格上げをさせてもらってで、えっと、動いてきたで3番目が、えっと、これは2年ほど前にスタートしたんですけど観光庁で富裕層観光の戦略検討をやってきてこの間アクションプラン出しましたでその戦略検討の座組の座長をやってます。 で僕は座長やってる最大の理由は僕がずっと4年前ぐらいから言い続けてまああの菅さんが官房長官の時にえなんで富裕層に舵切らないんですかって話をまああの菅さんの会議呼ばれるたびに言い続けてずっとスルーされてたんですけどえっとコロナが来ましたインバウンドゼロになりましたえさてこれもう一回国境開いた時にまた同じように何千万人っていう数を追っかけるんですかっていう話さすがに反応してくれて。 でえとじゃあ、富裕層観光もちょっと真面目に腰を据えて戦略検討しようとでそのためのアクションプランも作ろうみたいな話でアクションプランを一応作ったところが今日現在とといいううころですすありがとうございま,すあのまあ私の方もですねあのちょっとご紹介させていただきますとあの私、スペースマーケットという会社をあの経営しておりましてえコロナ前のですね2019年12月に IPO。 ししましたとでその1ヶ月半後ぐらいにコロナが来てで,、えーそのそうですね、第2四半期特に4月5月ぐらい2020年の4月5月ぐらい本当にやばくてあの加藤文さんの,あの98%までいかないんですけどあの前年比3割ぐらいになっちゃって上場会社が、はい、あの大変厳しい2020年を過ごし、まあ、一方でだんだんその翌年ぐらいからみんなコロナがなんとなく分かり始めてきて、えー、そうですねちょうどあの1年前ぐらい とかあの4月5月ぐらいってあの飲食店も全然やってなかったじゃないですか、うん、あの時であの東京都知事がですね、えー、レンタルスペース飲み会はやめてくれってわざわざ会見で言ったことがあったんですよあこれは終わったなと思ったんですけどあそういう使い方があるんだっていうのやっぱりこう世の中の賢い人たちがですねあの気づいていただいて。 実はあのそういう新しいニーズがどんどん生まれてあんまり大きな声で言えないですけどはいでえ少人数の集まりとかあとはあれですねテレワークあの要するにテレビ会議あのワークスペースとしてもう本当にこういろんな場所を使う方が増えてきてはいなのであの去年はあの黒字着地でなんとか回りましてまた新しくそのまあいい意味でその事業がトランスファー。 してきてきさらにまあここからあの最近ですやっぱ大人数のこういう会がだんだんやっぱりあの増えてきてまあよりここからまたなんとか盛り上げていきたいなと思ってる次第でございます。はいえということでえそれではですねもう本当にもう円安が今まあさまじく進んできていてで今あれですか1日2万人ぐらいでしたっけ国境を開けてね。 ビジネス目的と留学目的のみでだ団体旅行がは最新の発表だと6月、7月合わせて1300人ですねヨーロッパの人とかって団体旅行しないすよねアジアももうね実はコロナ前で8割 FIT って呼ばれるフリーインディビジュアルトラベラーになってたので正直、ちょっとしないかなと。 まあまあとはいえ、ですねあの来週ねあの皆さん待ちに待ったの参院選がまあ,ありますからまあここからまあおそらくあの自民党が対象してで政策も一気にこう変わってくるなっていうところで,でえ今後そのまあおそらく半年後とか えー、多分大爆発してくると思うんですけれども、まあ、その辺に対してですねあの、まあ、どんなあの需要が来て、えー、そのためになんかどういう準備をされてるかみたいなの、えー、それぞれなんかお伺いできればと思うんですけれどもじゃあ、まず、まあ、僕らは地方にどれだけ誘客できるかっていうのが、まあ、あの一つの、えー、僕らがや,っぱやらなければならないことだと思ってるんですけれどもあの基本的には。えー あのインバウンドっていう話でいくといなんだ飛行機の席数分だけしか行かないわけで,でほとんどが成田羽田、関空であとちょっとした地方都市みたいな話でいくと結局大都市圏から地方っていう形になるのでこの動線をどうやっぱり築けるかっていう話だと思ってまして僕らは地方の自治体と共にですねそういったあの街の整備をやってるんですけども。あの 一足飛びにいきなり地方にっていうのは JNTO さんとかとも一緒にやろうとはしてますけど結構重たいかなと思っててですね、まあ、東京や京都や、まあ、いわゆるこの中心地のところで一回こう受けをどう作り、えー、そ,そこからその地方に流すっていうこの動線をですねあの二次動線を作れるような形が取れるか取れないかっていうのがあの僕らがあの次のインバウンドがこう流れてくるタイミングでやって。 成功事例をちょっと作っていきたいっていうのを思っていますというものとでそのあのもう一つはそのエリアを超えた回遊性ですね。今はすごいスポットで まあさっき言ったように例えば白白とかですねでここの例えばダザあの福岡の太宰府のエリアでとかどこどこでと局地戦でまあやってはいるんですけれどももうその魅力だけでえっといきなりえっとどれだけの人たちを引けるのかっていうのはまあう限界があると思っていてある程度その点をですねエリアで面にちょっとしていかないと結構魅力的にはああまああの。 強い動機みたいなところまで生まれづらいなと思っているので、そのあの地域の横の連携っていうものを作る整備を急ピッチで進めないといけないっていうのが、まあ僕がちょっと昨日も自治体さんとも話してたんですけど、っていうふうに思っているところですね。目指すとどうですか？あの今の話で。 触発されたんですけど、うん、なんか日本の観光ってやっぱり自治体主導とかそれぞれの地域の観光協会とかあるいは DMO デスティネーションマネジメント・オーガニゼーション主導みたいな話になると結局地域単位でなるべくそこ,のそこの地域にたくさん来てもらってお金いっぱい落としてもらってできれば連泊してもらってみたいな話になりがちなんだけどまああの僕らが一旅行者として考えた時にはその特定の地域全部回ろうなんて思う人ってもういないですよね昭和の時代じゃないんだから。 どっっちかっていうと自分が好きなもの僕例えばアートとか好きだからそしたらまあ日本中のいろんな,なんか芸術祭回りたいなとか食が好きな人だったら地方のまあ星がつきそうなあのすごく美味しそうなレストラン回りたいなとか思うじゃないですか,だからそういう,こうテーマ別に考えたら本当に広域でこう線とか面にしていかないと話にならないんだけどなんか日,本の日本の観光業界の構造って全然そうなってないっていうのはすごくあの強い問題しか持ってます、うん。うん そうですよねなんか、割とやっぱりこうテーマで動くなっていうのは最近すごく思ってまして、うん、うん、エリアで動くというよりは、うん、ありがとうございます。じゃあ、片文さん、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、我々あの2年半止めていたオンライントラベルエージェント事業の方をですね、7月5日に再開することを決めていて、なんで7月5日っていうと、やっぱり参院選ですね。はいで、えーと えー、諸外国もそういうふうに思っててです、ね、あの台湾の航空会社とぜひインバウンド戻りのタイミングで大規模にキャンペーンを貼ろうっていうのがもう決まってるんですが、えー、と台湾の航空会社からはあのそこは台湾からの旅行者の4割を乗せてくるようなあのところなんですけれどもあの、えー、そこで決まっていることは7月の10日から20日に X デーが来ると。 なので、えー、と一応、最速、七月十三日から、その航空会社と大規模なキャンペーンを張れるようにっていう風に準備してたりします。で台湾はすでに六月十五日から、自宅隔離、三日間だけに隔離がなってまして、あと、航空会社の職員は、ですね、もうゼロ日隔離なんです。はい、やっぱり、シフト航空便が増えていくのに、三日間。毎回、CA さんとかパイロットさんが。 家でじっとしてなきゃいけないってなると大変なのでなので台湾は戻るなという感覚ですね。で香港が、まあ、台湾が晴れだとしたら香港が曇り中国は雨っていうふうに思ってまして。 まあ理由は中国は共産党大会が年末に控えていますので,で5年に一度の国家主席選挙がある年ですのでまあここはちょっと年内は難しいかなとで香港はどうしてもあの国際経済都市としてビジネストラックは開いてもある程度中国には今キャリー・ラムさんという行政官のトップがあのどちらかというと親中派でいらっしゃいますのであの難しいかなというふうに思っています。 で先ほどの地方の話、まさにおっしゃる通りなんですけど、あの地方空港ですね、実は5月の会見で、那覇空港と新千歳は開くというふうに岸田さんが言って、ですねで、えー、と6月20日ぐらいのニュースで、広島空港と仙台空港と高松空港、この3つは7月に開くというふうにあの言ってます。で あの各地方空港に我々あの無料シムカードとか置いてるんでどうですか、本当に準備してますかっていう,ふうに聞くんですけど沖縄はですねまだあの航空便の戻りが鈍いというふうに那覇は言ってましたねただ新千歳はあの慌てて50人新規採用してるっていうふうに言ってましたしあのこれはもう個人旅行者解禁に向けて動いていくのかなと。 でもりき野さんおっしゃったように例えば東北、仙台空港はありますって言っても仙台空港から入る人よりやはり成田、羽田から入って東北に行く人の方が多かったんですねだからやっぱりおっしゃる通り主要空港からどうっていうそこはすごい今後も課題かなと思います。うんうん まあ,あの100も空港作っちゃったって、アホなことをやらかした国なので、もう逆にそれ逆手に取るしかなくて、もう一つの使い方は、実はプライベートジェットの受け入れです、であのもう全国100か所、プライベートジェット受け入れるられる国になったら、これ、富裕層、バンバン来ますよ。ありがとうございますす、はいえー、それではではね、あのーまあ えーまあ、2年半のですね、まあ、沈黙というかあの大変苦しい時期を、まあ、過ごしつつもこの2年半でめちゃくちゃこう世の中変わったわけじゃないですかねっかこんな登壇の時にこういうついたてがあったりとか、まあ、あとあの僕自身あのも,ともともと,と NTT 東日本出身なんですけど古巣がもうなんか本当にフルリモートになっちゃってなんか勤務先在宅みたいな僕の時あの結構なんですかね2時間かけて出勤してる人ってザラに オフ,オフじゃないです片道ですすよ片道ざらにいたんですけどもう今僕の同期とか後輩とかもう旅しながら本当に今どこに乗ってたら宮古島今度北海道とかそういう生活をする人たちしかも超大企業がそういう生活をするようになってきたりだとか、まあ、働き方は大きく変わりましたし、まあ、あといろんなその観光のトレンドもなんか新しく出てきてると思うんですけども、まあ、その辺ですね何、えー、かあのこれからか そのコロナ前にはなかったけどこれからすごく顕在化してくるまあニーズというかなんかそういうあの注目しているところがあればえそれぞれ教えていただければとえ思います。じゃあえじゃあ梅沢さんからお願いしてもよろしいですか。はい。まああのじ自,自分がやってることでもあるあるんですけどやっぱりあの本当に富裕層まあいろんな富裕層のセグメントがありますけどまあ国で一応定義しているのはえっと着地消費100万円以上一人だから。 往復のフライトは除いてでも日本に着いてからホテル含めてえっと1人当たり100万円以上使う人っていう定義をしてますでこれはかなり緩いっていうかあのマス富裕層の定義でまあ,あの本当にもっとトップエンド狙うべきだよねって言ってる人は1人当たり500万円以上使う人を狙うべきじゃないかみたいな議論もしていてまあそれは僕は両方,両方かけるべきだと思ってるんだけどでえっと国の政策がまあさっきの話で。 6,000万人で15兆円っていうのを実現しようとすると顧客の単価1人25万円になるってことですねでちなみに2019年まででののインンバウンドの顧客単価は15万円でしただから15万円から25万円に上げるっていうのが今の国策なんだけどでもえっと全員が25万円に上がるわけじゃなくて100万円の人が増えるからまあアベレージが上がるって多分話なのでやっぱりどれだけその100万円超の人を増やしていけるかっていうのがまあ国としてもとても大事だし。 それから何と言っても日本にはそのポテンシャルがむちゃくちゃゃくあります、えっと、この間世界経済フォーラムの観光,観光地ランキングえ日本が初めて1位になりましたでアメリカフランススペインっていう観光大国をあの押しのけて1位になりましたでそこで評価されてるのは自然や文化などの観光コンテンツが豊富であることを えとそれから交通システムが発達してること、まあ、これはその100の空港を作ったことも含めて <laughs> だからこれはやっぱり観光に使わない手はないっていう話なんだけど、まあ、それから安全であること、まあ、このあたりですで、えー、と富裕層になればなるほど、まあ、中国でお金持ちでたくさんショッピングする人はもちろんいるんだけどでも多くの富裕層のお客さんは特にリピーターになればやっぱり体験がもう本当に、えー、と主眼ですとだから自然と文化と食なんです。で日本はこれ全部ある えっと、特に文化観光の品ぞろえに至っては多分世界一のポテンシャルがあります自然は、まあ、例えばカナダの大自然とか逆に、えっとちまあ、砂漠の大自然みたいなすごく雄大なものはないんだけどその代わりいろんな自然がこの狭い国土の中に密集してあるので例えば車で3時間走るだけで全然違う自然を楽しめるみたいな楽しみ方が日本はできるアメリカは6時間走っても同じ光景が続いてます <laughs>、はい、それから食に関してはもう世界一と。 って考えたら本当にその富裕層が好きなもの全部詰まってでしかもコンパクトに、えー、と東京からなんかあの奥地の素敵な自然を楽しみに行くのに2時間で行けるみたいなコンパクトさもあるからあの本当にこれやらない手はないなってて強く感じてるところですすありがとうございますあのなんか世界一のフォロワーがいるユーチューバーかなんかがなんかあの日本に、ね、なんか引っ越してきたみたいな。 なんかニュースかあ知らないですかそうそうなんかあってで結構発信してるんですよ。なるほど。YouTube のあれでなそういうまあそうですねあのまずまあ旅からこう入ってくるんでしょうけど、はい、気に入ったら結構。 あのまあ、いろんな意味で中国とかもカントリーリスクはいろいろ顕在化してるからそういう移住の人たちも呼び込めるんじゃないかなとなんか最近思ってます移住の第一歩ですよね、旅はね,ねそうですよね、うんまあ、それから留学みたいな話なので、はい、そこはもう全部つながってるから、うん、逆にた旅からその日本に味方になってほしい人を片っ端から取り込むっていうのはすすごく大事な戦略だと思います、うん、うちはあの60名以上外国人従業員いるんですけど。 あのやっぱりきっかけは旅行して好きになったとかああとあの文化の中でもやっぱりアニメとかのコンテンツすごい強いですねあと音楽とかのなん甘ざらしが好きで日本が好きになって <laughs> えーとえ日本語,語の勉強し始めてうちに就職したっていう台湾の女の子とかいて甘ざらしの歌詞難しくないみたいな感じなんですけど。<laughs> はいあのー すごくその今のはちょっとかるあのさらにアニメとかあの音楽とか言いましたけど、えー、歴史とか自然文化とかいう,ふうな、まあ、あの食文化とかも含めて本当にそこにはポテンシャルしかないなと思ってますまさに梅沢、ね、さんおっしゃっていただいたように、うん、特定の目的 SIT、うん、っていうんですけどスペシャルインテレストトラベラーこれがです,、ね、すごい増えてくるというふうに思いますね。 であのー、自然の数,数キロ走ったら、あのー、全然違う光景が、えー、出てくるっていうあの、はい、雪国、えー、川端康成の雪国でトンネルを越えたらそこは雪国だったっていうスタートしか私も覚えてませんけれど有名な一文ね,ね。有名なな一部ねそれははやっぱり日本ならではで あの新幹線の改札を降りたらスキー場があるなんて国は日本しかないんですそれがあの飛行場あ空港100個あるっていうこととか、うん、新幹線を降りたらスキー場があるっていう、うん、まあこういうインフラ面も含めてですねすごいと思ってます僕がやってる文脈のところでいくとまあ,あのユニークメニューの開発ですねやっぱりその日本の でまあ素晴らしいものがたくさんあるとでもあのほとんどはですね見れるんですけどあ体験できなかったんですよあさっき水田さんがおっしゃったようなその大事だと大事で素晴らしいものがあってとでいうことなんですけれどでも見るだけやったらほとんどの人は行かないんですよね。 <で>時間が消費できないんですよね見るだけだと見て写真撮ってちょっとポーズ撮って写真撮ってみたいなあ終わりみたいなとお金お金にならない <laughs> お金にならないはい占有<う>、はい、できると急に付加価値がやっぱり高いですし、うん、そこでやりたいことができるとね、なんで海外はできて日本はできないのかとで海外の人からしたら当然のように言うわけですよね、うん、だから普通にインドの城貸し切ってパーティーとかブーンって赤本線引いてやるわけですよ DJ ブース置いてめちゃくちゃかっこいいんですよね だけど日本でやったら本当にもう地元からもうめちゃくちゃ嫌われるっていうすさまじい差があってでそこの開拓をやっぱりやれるかやれないかすごい大きくてですねでそのあ,のある意味その議会とかにもかけないといけないんですけどそれがま少しずつあの動くようになってます今僕は白白っていう専門家観光庁の専門家もやってるんですけど今水面下では10以上のもうお城が活用できるという形で動いてます、えー。 で今お手伝いしてますけど、うん、であとはあの、えー、と神社とかお寺ですね、うん、美術館博物館とはまた違う、まあ、あのここももともとは割とクローズだったんですけれども今動くようになってきてるっていうのもありますし、うん、あ,のあとはもうそ、えー、と名称指定されてるような日本庭園とかですね、うん、っていうのも貸し切ってパーティーができたり何ができたりとかっていう形で、うん、その日本がこう誇るもの が使えるようになってくるっていうのが、今からの世界観だと思いますね。うん、それって、サステナブル・ツーリズムとしても重要で、うん、要で結局、文化財の保護って、お金がかかるわけなんですよね。うん、だから、あの法隆寺さんが、この間、クラファンですごい集まった。みたいなニュースもありましたけれど、ね、結局、その、じゃあ、あの、なんていうんですかねこうあの。数百円の配管料を払って入る人にとっても。 いつまでも金閣寺が金箔のままでいられるように、うん、あの銀閣寺ってお金がなくってっていうのもあってですね全文化だったこともあって、うん、あの銀箔は張ってないじゃないですか、まあ、それはそれで素晴らしい、うん、あの美しさだと思うんですけど金閣寺のやっぱり金箔維持するのも大変なんですよね。ようん、あそこががもちろんん円,円の入入管配管料で入る人がたくさん いいいてもいいんですけど、うん、その人たちにもいつまでたっても金閣寺が金閣寺であり続けるためにはですねたまには貸し切りでパーティーやって100万とか500万でお布施をいただかないと、うん、やっぱり文化財の維持っていうのがね、うん、できにくくなってくるので。 あの日本だと全然当たり前じゃないんだけどヨーロッパ行くと当たり前なのは、うん、えと一般価格と VIP 価格があって、はい、VIP 価格だと別の動線があってで、えー、と半分貸し切りみたいな状態で、ま、ガイドもついて見られます、うん、ま例えばバチカンの美術館とか行くと、はい、一般客は確か16ユーロで,で、えー、とコーポレートのエグゼクティブとかがカンファレンスで集まって朝2時間 2>、うん あの他の人が入ってないときに見に行きますみたいな話になると何人かのグループで200ユーロとか300ユーロでそういうグループができますそれからシスティーナ礼拝堂っていうあのすごく素敵な壁がある礼拝堂ありますけどあそこもたまにあのコーポレート用のディナーパーティーに貸していて僕見た中でいうと一番高かったパーティーは一人当たり5000ユーロのパーティーをこれ確かアメックスだからダイナスだったかれ忘れましたけどやってましたと。一人当たり5000ユーロですよ と,といいいいううよななお金を取ってもいいのがあの世界に1個しかない文化遺産すねだからまさにそれをお城でやろうとしてるてし、うん、あのそのせっかくユニークベニュー文脈が出たんで、まあ、私もあの起業した時2014年起業してんですけどあのコンセプトが球場からお城まであの貸し借りできるマーケットプレイスっていうんで,でお城は実はいくつかあの掲載されてましてあと島無人島とかあ,のあとね文化財系でいくとあお寺とか神社も実は結構。 登録されれててて最近見るると結構借りられてるんですよお寺神社お寺の大広間とかあの神社のなんか境内とかそこであの何に使われてるかっていうとまあ大体撮影会とかだったりするんですけどコスプレ撮影とか,なんかあ,のあと会社のなんかセミナーとか,なんか合宿やる人たちとかもあとね寺ヨガとかまあそんな感じで使ってるのもありましたしあと一方であの増上寺さんは割とそういう主婦からななんすかねあのコンタクトを取っていてなので外資系の企業が あのそれこそあの本当にあの大企業がえその境内あのあそそお寺を貸し切ってパーティーやりたいとで彼らからするとやっぱりすごい新鮮なんですよねでえまあいろんなああのまあ通常のパーティープラスアルファあとなんかご祈願をしていただくみたいなそういう。 あのことをやると非常にやっぱインパクトも強いしまあお,てあのお寺とか神社としてもやっぱりけたいわけですよねまあサステナブルにこうやっぱ継続させていくためにえ収益やっぱ上げたいですしあとはやっぱりその使っていただく知っていただくっていうのはやっぱすごいやっぱ大事だっていうのを皆さんやっぱおっしゃってるんでなんから何か大英美術館とかもなんか営業担当がいるって言ってそのそうですね うん、全部います、うん、あの海外のメインの美術館は。ね、法人営業担当がいて、はい、で日本の美術館ほとんどいないかでそれもあの文化庁にいやちゃんとそういう稼ぎ方をするようにしないとそもそも文美術館の維持できませんよ、うん、みたいな会話をまさにそのお寺とかあの本来もともとそうだったんですよね旅人が来たら泊,、ま、泊めたり宿坊だったりとかあと。うん えー、地域の子どもたちを集めて、えー、ともう読み書きを教える寺小屋とかですね公民館とか学校とかホテルとか、えー、そういう,こうお寺の役割をがだんだん失われていって、うん、で今また取り返そうとしているそれを手伝っているのがススペースマーマそ,そ,そればかりじゃないんですけど、まあ、たまたまやってみたら意外とこうちゃんとサステナブに使われてるっていう,もう意外性ですよね。 本当に、まあ、ただ、そういった形でもっと本来は営業担当とかついてごりごり法人のなんか需要を取ってくるぐらいまでぜひあのやっていただきたいなと、まあ、もっといろいろ提言していきたいなと思ってます、はい、その文脈で1個提言ししたたいんですけどま出国税っていうのがですねもうあのコロナですっかり忘れてされているんですが国,、ねうん、国際旅客税ですかね。はい えっと国,際国際旅客税というのが出国税とちょっと略して言ったりしますけれども2019年1月の7日から施行されて、えっと、日本人も外国人も日本を出る人、まあ、飛行機とかお船で出る人に対して一人頭1000円課税しますっていうような、えー、税金なんですね。でそれがあの2019年1月7日にし,たして えーと2019年3118万人のインバウンドが来て来て帰るので、うん、あと日本人も2000万人ぐらいえーと出国してますので5000万人以上の出国があって、うん、もう2019年時点で500億円以上の歳入があったんですよ、えー。 でコロナ禍でまあほぼゼロになったんですけれどもこの出国税もですね、うん、なんですけれども日本人も出れないし外国人も入れないし帰れないしっていうことで、うん、ほぼゼロになったんですけどここから再移行していくじゃないですか、うん、まあそれこそ6000万人が来て帰るとか日本人もまあ2000万人ぐらいはコンスタントに出ていくて。 出て行って、まあ、帰ってっっ帰くる海外旅行者も含めてですね。ね、うん、ってなると、ここの財源ってもっと伸ばせるんじゃないかなというふうふに思ってまして、うん、1000、まあ、円って言っても円安で、まあ、実質外国人にとって600円ぐらいですよ、うん、だったらで海外を調べるとオーストラリアの出国税は1人5000円なんですねタイの出国税は、えー、と1人3000円ぐらいです。うん 私、昔、貧乏バックパッカーだったんで、最後、そのお金を大金なんですけど、残しとかないと、日本帰れないで、地球の歩き方にも注意しろと言って、書いてあるぐらいのものなんですけど、これをやっぱり1000円じゃなくて、3000円とか、5000円とかにすることで、うん、 あのめちゃくちゃそれこそ文化財の保護とか空港の整備とかいわゆるあの受け入れ環境の整備とかプロモーションも含めてあの財源が使えるようになる歳入が使えるようになるんでここはねあのほとんどあの国民の反対なく増税できます。ななぜならあの外国人がほとんどですし えと日本国民で海外に行く人ってもうパスポート保有率全国民の20%切ってるんですよ、バブル期は25%あったんですけどで北海道とかに限るとパスポート保有率13%なんですね。人人人に9人の人にのは 関係ない税金でございますから、うん。うん、で、あの、2000万人日本人の出国って延べなんですね、当然。延べなので、まあ実際は若干こう、あのー、海外出張の人とかは年に何回も行きますから、うん、ユニークユーザー数で言うと、本当に1000万人とか、えー、500万人とかにしか関係ない。なのでですね、ここは、あのー、ほぼ、 あの民意に背くことなく増税できるものですので。うん、確かにあのやった方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。じゃあ増税しましょう。<laughs> <laughs> ありがとうございます。まあちょっとこの流れの中で、あのせっかくもうあのちょっと後半戦に差し掛かってきましたので。あのなんか観光政策へのまあ、えー、課題とか。 まあ、あとはその提言ですね、えーまあ、それぞれまあ皆さん、あの政府の委員会とかもやられてますんで、えー、何かあの、まあ、参院選も間近でございますから、えー、こう言っておきたいこととか、なんかこういうふうにこの新しい政権ですね、やってほしいみたいなところがあれば、えー、いいただければなと思いますじゃあ、梅沢さんの方から、はい、お願いしますああの短期的にはまず、あの国境をあの諸外国並みに開けましょうと。 というのがまあ短期的な話ですよねでえっとまあもうちょっと中長期も含めて言うとこの観光産業の最大の課題の一つは今観光事業に携わっている企業がまあ正直言ってあんまり行けてない企業がほとんどで,でそれはなぜかというと高度成長期以来の大量生産大量消費型企画型の旅行商品まあ要,は要は旅行ツアーを造成してそれを団体客に売る。 っていうビジネスモデルの中でできてきた産業だからなんですで、えっ、ー、と私がさっきから申し上げているように顧客単価100万円以上に上げましょう、えー、体験重視で素敵な体験を作りましょうっていう仕事ができるプレイヤーがあんまりいないんですだからポテンシャルはあるけどえっ、ー、とそれを事業化できるマネタイズできる事業者が決定的に不足してるのでだからたるきのさんみたいな例外的な存在が今の10倍とか20倍とかいる産業になってくれないと 実はその15兆円みたいな話は実現は結構遠いなっていう話なんです。なので、僕、皆さんに入ってきてほしいなって、確かに、うん。おっしゃる通りです、なんか私も岸田内閣の教育未来創造会議の、うん、えと委員をやってまして、でやっぱり観光人材の育成、これは本当に大事だよと。うん、あのだ,だって成長産業 っって言っていて言い15兆円もし達成できるとですね今、自動車輸出産業っていうのが日本最大の外貨獲得産業で12兆円あるんですけれどそれを抜いて日本ナンバーワンの、えーとはいあのー、外貨獲得産業になるんです観光インバウンドは。 つまり、あのー、そこに携わる人たちっていうのはこう、日本で時価総額ナンバーワン企業はトヨタですけれどそれが自動輸出産業を支えてるわけなんですけど、これ令和のこう製造業トヨ、トヨタとか自動車産業を支えるような人材が観光産業に入ってこないと、あの成り立たないはずなんですね。でもトヨタ1社が牽引するんじゃなくて、それを多分何十社っていう塊で牽引するような産業になってるしまうん。うんうん でもその中で1つやっぱ課題になっているのは、うん、まあ先ほどの高付加価値化にもつながるんですけど、うん、単価が低いじゃないですか今の構造がだからもうもかってないわけですよね、うん、例えば2019年に5000万人京都に来たわけですよ、うん、この京都ですから。ですよもちろんですけど5000万人来てるのに、うん、あそこまで来てオーバーツーリズムになったと言われたら京都が別に給料上がってないんですよ。 そうですよねいやだってそれは京都は結局観光政策大失敗していて、うん、ね住んでらっしゃるかはよく分からないけ京都府のインバウンドの客単価2万5000円ぐらいだったでしょで、えー、東,東京のインバウンドの客単価コロナ前が確か7万円弱なででも、えっと、な,なんで京都って東京の半分以下なんですかって思いません 思いますよね外国人の旅行者の立場になってみてください、うんっ。っていうぐらいだから京都はたくさん呼ぶことには成功したけど、うん、ちゃんとそれをマネタイズするってことを真面目にやってこなかったあれなんか言おうとしたんだけど忘れちゃいました。低いうか東京以外全部低いっていうの多分正解なんだと思うんですよね。京都は取れるポテンシャルが誰が誰見ても 日を見る日明らかなんだけれども、うん、そこにやっぱ踏み込めなかったっていうのがあると思うんですねやっと最近、少しあの単価の高いホテルも宿泊施設もできつつありますけれど、うん、もうあの世界から見たら本当少ないですし数はできたんですけど、うん、客室数はすごいんですよだけど10万超える、ね、あのホテルなんてありますかって時に本当に片手で終わってしまうと。うん うんっていうのはもう例えばもうそこ一つとってもそうですねなので私も京都は単価を上げなきゃ <laughs> 思い出したさばきが悪くて <laughs> 京都は単価を上げなきゃってすごく思うのはそうしないとやっぱり地域住民の人があの観光客嫌になっちゃうんですよねで,ね、うん、でこれが起こるともう観光立国目指しにくくなっちゃうんです、うん、ヘイトを生んじゃうんですよねそうなんですヘイトを生んじゃって、うん、えっと例えばコロナ前だとスペインはえっ、ー、と ツーーーリストゴーホーム運動っていうのが起こっていてはい、はいね、これ壁中とかですね街中の塀という塀にツーリストゴーホームつまり観光客は帰れというふうに書かれて、うん、でどうしてこういうことが起こったかっていうと、うん、まああのエア b ー b 規制などもなかったのでバルセロナの中心部はもうすごくやっぱり観光客がすごい増えてたから、うん、大谷さんからすればあのエア B で回した方が儲かるっていうふうになって。 家賃がすごい勢いで上がっちゃったんですよ年率20%とか、うん、で、えー、とファミリー層とか若者層とかまあちょっとその収入に余裕がない人からあの郊外に引っ越さざるを得なくなってしまってですね、うん、ここでヘイトが起こってしまったんですね、うん、だからやっぱりあのそういうことが起こる前にちゃんとこう調和するあの単価高く、うん、人数はあのそこそこで。 えーと平日にも分散してきてもらって、うん、高単価の宿泊施設にはあの泊まってもらいいみたいな、えー、とことを実施していかないとですね、うんあのー、京都の方住民の方が幸せじゃなくなっちゃう。うんうんうん そうすると首長が観光政策って言えなくなるんです。そうですね、選挙があるから<ー>。はい、そうすると、ますますその単価が上がる政策とか観光政策を打てなくなるっていう悪循環に入ると思います、ねうん。あの単価を上げることがその1で、その2はそれを地元の経済に還流することです。で昨日、あのこの裏でインバウンドサミットってま、まあの、の日本で一番大きい。あのインバウンド関係の人たちが集まるカンファレンスで、え、うん、ご一緒してたんです。富裕層観光のパネルで。 「えと天空の森」っていうとまああの1泊30万から50万ぐらいの,あの鹿児島にある宿の主るじとあのやってたんですけどまあ彼が言ってたのは僕,の僕が一番大事にしてることは原価を上げることですってっで彼の言ってる原価っていうのは地元の農家さんとか水産事業者から買う食材それから地元の人を雇用してそこで払う給料これを上げることが僕の一番大事なミッションだって言ってる。 うん、っ,てっていうような発想の、うん、えと何だろう富裕層観光の経営者、うん、あるいはホテル事業者が、うん、あの日本中に増えることっていうのはすごく大事だと思います。うんうん、一方であの東京京とこの京都のその都そ 結構な金額差あるじゃないですか、あの差,は差分はなんなんですか、すかいやあの結局、京都に来てる多くの人たちが、うん、大阪府の北の方のあの中途半端な安ホテルに泊まって、うん、で京都、日帰り観光しちゃってるんですよ、そうすると、配管料500円かける4つ払って、ではいはい、ランチ1000円払って終わりみたいな、<ー>そういう客さんが山のように来てる。は、うん、はい、はい、うん なるほど、客層のところというか、まあ、客,客層と後だから、泊まってお金を落としてもらう仕掛けをちゃんと仕込めなかった、うんうん。作れてなかったっですね。はい。だから、ナイトタイムエコノミー重、ね、重要性。重要ありますよね。そうですあの、うん、夜そこにいると、帰るのめんどくさいんで。でうん、あの、やっぱり泊まろうっていうふうになりますので、うん、まあ、ライトアップじゃないですけれど。こう、いろんな夜のコンテンツっていうのは、すごい大切だと思うんですけれど。 まあ京都私鎌倉に住んでたことがあって10年間ぐらい鎌倉も同じなんですけど <laughs>、はい、やっぱりこう、あのー、お寺が5時で閉まるのと同時にお店も全部閉まるそうすると、夜がね、うんまあ、そうすると当然もう箱根泊まった方が全然いいよねって話になりますよね京都ってすごく文化も豊かだし美術館もあって、うん、それから二条城みたいなのもあってだからユニークメニューの塊なんですよね。だから 京都のユニークメニューで毎日いろんなことが起こってますよってなったら泊まろうって思うじゃないですかそうですねイベントがねそしたらねお店もちょっと開けとこうかなってなりますよね酔っ払っちゃったらねもうなんか面倒くさくて帰らなく泊まろうかとなるわけなんで、はいはい、ぜひそこはあの、ね、皆さんと一緒に。 実現できればなと思ってますちょっとあの梅澤さんに一言聞きたいんですけど、うんはい、サマータイムってどう思いますかなんていうかーヨーロッパは夏は結構9時ぐらいまで明るくてやっぱりなんとなく明るいとですねいつまでたっても街ぶらぶら歩こうとか消費しようっていう気持ちになるんですね。うん、確かになんで最近暑いじゃないですか。でサマータイムにししした方がもしかして、うん あのー、なんか消費も活性化されて電力の逼迫にも良いんじゃないかなと思うんですけど、うん、反対派もいるので、うん、皆さんどう思われるかなって、えっと、まず観光の視点からすると賛成です、うん、それから実は、えっと、僕らのような働いている人たちのライフスタイルを進化させるっていう意味でも、うん、僕いい刺激になるかなとさらに言うとヨーロッパもアメリカもやってんるのに日本だけやってないと時差,の調時差の計算いつも面倒くさいじゃない。<laughs> 大変なんですよそうだからそれも揃えた方がいいよねっていう論点もありますよね <laughs>、うんうん、グローバルスタンダードにねはいであのちょっと時間が来たんで質疑応答の方にあの入りたいと思いますじゃあ会場からはいじゃあ一番あの手が上がるのが早かったあのー、そうですね、えー、あのけマイクをじゃあ,あ今お持ちいたします。 22期の中山と申します。梅澤さんにお伺いしたいんですけど、えー、私は先ほど梅澤さんがおっしゃられました日本のさえないえ伝統的な旅行会社に30年ほど勤務しているんですけれども、あのー、私この2年半のコロナがあって実は観光業界の一番の問題は優秀な若いスタッフが観光業界からどんどん辞めてしまった。 とということに尽きると思うこにる思んですね一部の富裕層一部の富裕ホテルをどう展開するかっていう問題はあると思うんですけど日本中のホテルバス会社レストランあるいはまあ中小を含めて旅行会社いわゆる先ほどおっしゃった15兆に上げようとしているような観光業界の下支えするような人たちが人材不足でそれも何でかって言ったら結論から言ったら生産性の低さによる儲からない業界だからだと私は思ってるんです。 でこの人材を例えばこれグロービス見てもらっても製薬とかメーカーの方は多いと思うんですけど観光業界で来てる人ってあんまり名刺交換してもいないんですよねなぜならば儲かってないからだと思うんですそれをどうやって儲かる業界にできるのかっていうあたりのアドバイスをいただければというふうふに思います。 もう二つしかないと思ってまして一つは業界全体の,あの効率を非連続に上げるでそのためにはもうずっと言われてますけどえ普通の DX 難しくなくていいので普通の DX ちゃんとやって人でかけなくていい仕事はもう徹底的に省力化しましょうとこれその1、そうすると当然中抜きもたくさん起こりますで中抜きされる人たちは静かに撤退してくださいとっていうことも含めて。その2 えっともう客単価を大幅に上げるしかないのでこれはさっきから私が申し上げているように富裕層観光ちゃんとやりましょうで富裕層観光の一番のボトルネックは地方部に質の高い小規模な宿が足りなすぎることですえっと10室から20室でえっと平均客室単価が15万円とか20万円取れるような本当に質の高いブティックホテルを 地方にコンテンツがあるところにどれだけ作っていけるかってことをやらないと。まあ、私が言ってるような富裕層観光で大きく稼ぐって話は実現しません。このこの2点が一番大事だと思ってます。はい、他にえー、っとじゃあそうですね。じゃあこちらの方お願いします。今マイクを持ちます。 はいえー、貴重な、えー、お話ありがとうございました。えー、2022期の大阪港の柏原と申します、えー。2点お伺いしたい点がありましてまず、えー、1点目がですね、まあ、お話をお聞きしてますと、まあ、インバウンドの話ですとか、まあ、このあと参議院選も終われば外国時間光客っていうのをすごい受け入れて。まあ 上げてあのえー、観光業を盛り上げていこうというお話が多かったと思うんですけど、まあ、一方で,です、ねまあ、現状、私の知る限りだと、まあ、旅行業界の産業構造でいうとまだ日本人のまあ観光客というのは非常にまあ割合として多い確か6割、7割はまだ日本人であると。で 日本人は今、の円安傾向になってきてて、ですね外国人外国へ行くことよりも、今こそまあ日本国内の観光を楽しむっていう機会に一番差し掛かっていると思いますし、GoTo ト,トラベルもまた復活するという中で、お三方にお伺いしたいのは、国内国日本人向けの観光っていうのをどう考えているのかっていうのをちょっとお伺いしたいという点とですね。あとえ今回ですねあの京都の 観光客の単価っていうのが非常に少なくて、まあ、2万5000円と伺がしてたんですけどこれも私の知る限りだとあの大阪府の一人当たりの消費額あの大阪へ観光を来た人っていうのは約まあ9万円ぐらいあるとちょっと調べてみるとあったんですけどあそうそうそう。あそうです ああ、そうですね。結構大阪の方が高い。高いのは大阪の方が高いのは事実だと思います。ええ、はい。で私の住んでるところも、まあ、先ほどおっしゃられた大阪の北部のあたりでですね。結構そこへあの泊まってで京都へ観光してで結構大阪でナイトを楽しむっていうという関係があるんですけど。すみません。そういう関係れば大阪っていうのは商品の観光っていうのは伸びてるのかなっていうふうにちょっとお伺いしたくて質問させていただきました。はい、お願いします。 じゃ、いくつかちょっと聞いて、あの好きなものを答えていただくって方式にします。あの。じゃあ、えっ、ー、と、手、まだ座る方、じょ、じゃ、女性の方とかでいないですかね。はいないか、女性の方。あ、もしいらっしゃれば、女性の方手を挙げてる方。あ、あ、じゃ、あ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 、そう、そうですね。はい。ね。百目、あの。 こ空港があるところの関係で働いているものです。私だと申します。よろしくお願いします。<laughs> はい、あの先ほど富裕層を呼ぶということでしたが、具体的にどういうエリアの富裕層を呼ぶのかというところをお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。じゃああともう一個だけ聞いて。じゃあ高津さんはい。はい、二千十一期東京校の高津です。ありがとうございます。えっと。 さんに質問でして海外の富裕層がやはりあの自然だったりとかそういうコンテンツに対しての興味関心があるというかニーズがあるよというお話がありましたけれども、えっと、人,を介在人で介在したサービスについて、えっと、どれだけ海外の人たちはニーズがあるのかということをあの教えていただければと思います。まあ、先ほどの,、ね、あの人がなかなかかこう 定着してくれないとか人材不足っていう文脈もある中、企業が人にどれだけ投資が必要なのか、それをなんかもっともっとあの知ってもらいたいなというふうに僕は思っています。ありがとうございます。はい、じゃあラスト一,一問だけ。はい、えっ、ー、とじゃああの青い、えー、シャツを着られてる左手で挙げられている方ですね。はい、ありがとうございます。2022期の大阪府の星野と申します。ちょっと観点変わるかもしれないんですけど、さっき天晴市の話はちょっと出て。 クールジャパンってて一前言われれたんです、うん、であれ結構外国人が日本を好きになるとかあと移住っていう観点ではあの効果あったような,な,かったような、まあ、分かんないんですけどで、観光っていう面ではどうだったのかなっていうところとあとそのクールジャパン系のコンテンツって時間帯に縛られないんでもしかしたらナイトの方でも行けるんじゃないかなと思ったのでそれについてお考えがあればお聞かせいただければと思いますはいありがとうございますえー、っとそれでは、えー、っとじゃあ富裕層周りの何か質問が2点あったんで えー、それじゃあまず、梅澤さんの方に、えー、答えていいたただきたいなと思ってます、えっと、まずどこの富裕層ですかっていうご質問で、えっと、国は特に特定はしなくていいと思っています、うん、えー、その心は、えっと、富裕層って国ごとにニーズが特徴的に違うんじゃなくてやっぱりクラスターごとに違うだからアートが好きな人、食が好きな人、えー、工芸が好きな人、えー、アドベンチャーが好きな人。 みたいな感じで固まりがあってそれは国境ほぼ関係ないですなのでえと世界中の富裕層をまず相手にすべきです。で現実問題としてどこが一番大きなマーケットかって言ったらもう間違いなく中国です。なので中国の国境がちゃんと開いた時点では中国の新富裕層の人たちに「お買い物以外にもこんなに楽しいことありますよ」って言ってまあ年に何回か例えば日本のおいしい食を楽しみに。 あるいは日本の温泉で地方を回ってもらうようなお客さんを増やしていくっていうところが一番ボリュームととしてては大きいと思ってますえとそれから富裕層観光に絡めてサービスっていうご質問でえと富裕層観光でやんなきゃいけないことってアクションプランで書いてるのはえとまず皇室な宿を作りますさっきの話とそれからその周りにえと良質な顧客体験の提供できるコンテンツを整備しますという話とそれからそれを提供できる人 ちゃんと育て調達して育てます。って、話がセットで議論してます。で、えっと人はえっと今の給料安すぎるよね。って話だったんですけど、まあ、最低でも今の2倍とか3倍稼げるような、うん、あの。高付加価値な人材がたくさんいる。産業にしなかったら富裕層観光は成立しません。だから、それをそれをやるつもりで新新しく若,若い優秀な人たちにもどんどん入ってきてほしいし、それだけの給料を払えるような事業者に皆さんになってほしいっていうのは僕はさっき申し上げた話です。 ありがとうございますじゃあ、日本人観光客に対してのソリューションじゃないですけど、あのこの辺の施策というか、考えがあれば、たりさんお願いいたします、はいえっと、まず国内マーケットは爆発します間違いなくですね、まあ、先ほど GoTo っておっしゃられてましたけれども、えー、今まではあの国が政策として止めてましたから、マイクロツーリズムという、の,でうん、あのこれを開放しにいきますので、あの間違いなく短期的にはすごいことが起きます。 でえー、とで海外はやっぱどうしてもボラティリティが高いのはこれは実はもうコロナ関係なくですね、うん、昔からやっぱりどうしても国の政策と絡んだりするんで中国と。 どうこうことか韓国とどうこうとかなって2019年いきなり韓国に来なくなったりとかですねっていうのがありますからやっぱあの観光産業として見た時には国内のある程度マーケットは抑えていかないとでその上に乗せていくっていうこのまあサンドイッチというかまあこの二重構造がとても大事なのであの超短期はあの国内でしっかり稼ぎながらえと来るべき先ほどの中国が開くタイミングっていうのが一番潤う,うタイミングだと思うのでこのまま二重構造になるだろうなというのは思ってます。 はい、あのじゃあ、片文さんじゃあクールジャパンとかあとはなんか京都と大阪の比較みたいなご意見があ,ればありがございます、はいえっとまずクールジャパンは観光にも非常に効果がありました。ありましたがやっぱり先ほどの1クラスターなんですね SIT と言われるスペシャルインテレストトラベラーの中の一つが「君の名は」の聖地を訪れたいとかですね、えー、そういう感じだったので他にも食とかアートとか。 えと仏教とかですねあのいろんな SIT があります、うん、でそれはあのー、今後、日本人観光客にも特に若い人たちには言えてくることかなと私、前、じゃらんにいたので、えー、とー山,あ山形、ガ,ッサ,ンでガッサンで2泊3日いろんなそばだけ食べ分ける旅行とかしてる男の子とかいてですねまさに SIT だと思います。うん で一つ一つは多様化してて捕まえにくいんだけれども、えー、高単価だし集めれば大きな規模になるっていうのが、うん、あの今後の潮流になるんじゃないかなと思います。で富裕層はまさにおっしゃった通りボリュームとして大きいのは中国で実はコロナ前からそうでした。うん、あのやっぱり欧米から来た方って消費単価で見ると大きいので、うん、欧米の方が富裕層ってイメージになっちゃうんですけれどもえっ、ー、と日にち単位。 滞在日数単位で割るとですね中国が1位でした、<ー>でそれはなんでかというと中国10日間ぐらいいたんですけどコロナ前にですねな、うんえと何でかというと中国って14億人いるじゃないですか、うん、でコロナ前のあ2019年ですね、えー、と中国人960万人来てるんです日本に960万人って14億人の母数からすると上位1%以下なんですね。 まあここがですね中国の方があの単価が高い理由でありこの中国の方にはあのまさにこう地域のいいものをテーマごとに高単価で出すことで十分可能性があるかなと思いますあともう一個だけいいですかもう一個だけあの大阪の県多分大阪の消費額が高いのは当たりです理由はですね買い物消費ですあの2019年にですね4.8兆円の消費額があったんですけど えとインバウンドの5大消費というのは買い物、宿泊、飲食、交通、アクティビティなんですけど買い物が一番大きくて1.7兆円あるんですよ。その消費は大阪はナンバーとかですね電化製品もあるしヨドバシカメラもあるし、えー、取り込めているというのが多分大きいと思います。だから今後はですね京都もやっぱりその えっと配管するだけじゃなくてそこを記念になるようなもう NFT でも何でもいいかもしれないんですけど、うん、ホールあの金角字 NFT を百万とかでですね売るとか,か <laughs> まあそういうことによってですね <laughs> 消費単価上げられると思いますはい以上ですはいありがとうございますえそれではですねもうまもなく時間なんですがじゃ一言ずつはいあの、えー、この決意も込めてですねこのこれから来るあの えー、大爆発に向けてのですね決意も受けてあの含めて一言ずつお願いしますじゃあたにきのさんはい、えー、まずはまあ未来は明るいということでここの皆さんと,ともにですねあのショックかけるコンテンツかける人というものを成立させればなと思ってます頑張りましょう以上です頑張りましょうじゃあはい片隅さんあのワーメージングは令和のトヨタだなと確信しましたよろしくお願いします <laughs> ありがとう じゃあ梅沢さんお願いいしますはい、あの皆さんの広い意みでの観光セクターへの参入をお待ちしています、でまあ、僕も一つやってる仕事が CIC っていう、まあ、日本最大級のスタートアップの集積拠点を虎ノ門でやってるんですけど、ど、まあそこで、えー、と8月かな、えー、と観光スタートアップのピッチイベントもやりますのでもうすでに実は考えているよっていう人いそう審査員やっていただくんです審査員そう考えているよっていう人がいたらあのぜひご連絡をください、はいはありがとうございました。 はい、ということで、あのぜひです、ねまあ、半年、1年後ぐらいにあの、このなんか知見録の動画が出る頃ぐらいにです、ね、なんかいろいろ答え合わせができるといいなと思ってます。ぜひ皆さんのですね、この業界への参入を、えー、お待ちしております。えー、本日はどううもありがとうございました。